ガチンコ町クラブご覧の皆様、こんにちは。速稼塾の久保でございます。今回ですね、ミスター M さんがやっぱりね、出してくれたのは長渕剛さんの西新宿の親父の歌ですね。私この曲ね、実は知ったのがつい最近なんですよ。いや、正確に言うと知ったのはもう20数年前だったかな。あの映画のね、北の国からっていうシリーズを見ていまして、そこで五郎さんっていうね、お父さん役のこのどなたでしたっけね、田中邦衛さんですね、すいません、田中邦衛さんがね演じている五郎さんっていうお父さんがどっかでね、ドラマの途中でつぶやくんですよ。俺あの歌好きなんだよなと。ほら、やるなら今しかねえ、やるなら今しかねえっていう風にね、ドラマの中でつぶやいてたんですよ。私はなんとなくその印象があったんですけども、曲自体を聴くことはありませんでした。実はこの西新宿の親父の歌を聴き始めたのがなんとですね、わずか3ヶ月ほど前なんですよ。それからというものを、この iPhone の中に曲を入れてですね、この AirPod で日々聴いてるんですよ。特にサビの部分のやるなら今しかねって繰り返すところが私もね、やっぱり大好きで、これミスタイムさんと同じなんですけども、いや、やるなら今しかないんですよね、うん、今やらなければ。私もずっとね、速稼塾の中で言ってたことなんですけども、後回しにしたことでやったことってないと思うんですよ。もしくは今やろうと思った時が、まあ、最高潮で、そういえばあれやり残してたなって思い返してやることっていうのはそんなにね、エネルギーがなかったりするんですよね。私はね、20代の頃に、まあ、ミュージシャンを目指していまして、毎日楽器の練習をしていたんですけども、今はそんな情熱がないんですよね。そして30代の頃は麻雀プロになろうと思って麻雀を毎日やってました。でも今はそんな情熱がありません。そうなんですよ、やろうと思った時にやらなければもうやらなくなってしまうんですよ。で、やろうと思った時にやったことだけが今に続いていくんではないかなと思いますよね。今回ミスター M さんもね、YouTube の動画発信をしながら、なんとガチンコマッチョクラブのクラブ生さんがもう日に日に増えているということでね、今ね、ものすごい人数になってますね。いや、本当にやるしか今しか、やるなら今しかね、まさにそれを自で言ってるんだと思いますね。山本君ね、これからも応援していこうね。よろしかったらね、ガチンコマッチョクラブ幼児教室もお願いします。それではまた動画の方をご覧ください。